今日は何の日か知っとるか。わしに言うことがあるんじゃないかの。それに渡すものもほれ、甘い黄金色のお菓子とかじゃな。今日はわしの誕生日でのみんなに祝ってもらったのじゃ。胸焼けするほどの言葉をかけられてな、収まるまでケーキが食べられんのじゃ。ミリアムさん、お誕生日おめでとう。マユ様が何か企画しているみたいだから、私も手伝わなくっちゃ。いっぱい用意しました。それじゃあ乾杯です。今日はミリアムさんのお誕生日ね。いつもチャームの整備をしてくれているミリアムさんに日頃の感謝を込めてプレゼントを用意したの。ハンドクリームよ。渡すのが楽しみだわ。今日はミリアムさんのお誕生日ね。こういう日ぐらい私もとやかく言わないのよ。平穏が一番だもの。またみんなで迎えましょう。今日はミリアムさんのお誕生日ですわね。私が特別にバースデーソングを歌って差し上げますわ。今日はミリアムさんのお誕生日ですわね。私のサプライズでハートをわしづかみにされなければいいですけど。ん？別にパーティーを盛り上げるジョークではありませんわよ。ミリアムさん、お誕生日おめでとうございます。今度工房をぜひ取材させてください。ミリアムさんのお誕生日ですね。すでにあちこちで楽しいことが起きてますよ。明日のリリー新聞はとても楽しい一面になりそうです。今日はミリアムの誕生日。ミリアムは甘いものが好きだから、いろんなお菓子をプレゼントしようと思って。喜んでくれるかな。今日はミリアムの誕生日だな。まあ仲間を祝うのに依存はないが、そのうちまたみんなで祝うんだろう。しょうがないな、まったく。おお、今日はミリアムの誕生日か。先日おいしい亀型のおまんじゅうを見つけたんだ。甘いもの好きのミリアムなら喜ぶはず。後で買ってこようっと。今日はミリアムの誕生日だな。いいな。誕生日はずっとずっと祝っていかないと。そのためにもこれからもみんなで頑張るぞ。今日はミリアムさんのお誕生日ですね。後で髪を可愛く結ってあげる約束をしているんです。私が結ってあげたいだけでもあるんですけどね。今日はミリアムさんのお誕生日です。こうして苦楽を共にできる仲間がいるというのはいいことですね。盛大にお祝いしましょう。今日はミリアムのお誕生日だね。お菓子をたくさんプレゼントしようと思っていたんだけど、きっとみんなからお菓子をもらうよね。ミリアムの健康のためにも、私はサラダをプレゼントしようかな。
ミリアムの誕生日。私がお祝いしても喜んでくれるかな。喜んでくれるように気持ちを伝えたいな。グロッピー、誕生日おめでとう。今日の日のためにメカルンペルシュテルツヒェン君を作り直しておいたわよ。ほら、例のヤバげなレアスキルで派手に誕生日を彩ってちょうだい。ミリアム、誕生日おめでとう。ミリアムにはチャームのお手入れでお世話になっているから、今日はユリがミリアムのチャームのお手入れをするよ。まずは可愛く色を塗ろう。ミリアムさん、お誕生日おめでとうございます。ですが、プレゼントが私のチャームの運用記録でもよろしいのでしょうか。個人的には複雑ではありますけど、お役に立つのであればどうぞ。ミリアムさん、お誕生日おめでとう。モユさんとはうまくやってるかしら。彼女、武将なところも多ければ、ああ見えて嫉妬深かったりもして。あ、もうご存知？さすがシルトね。ミリアムさん、お誕生日おめでとう。いつもチャームの整備をしてもらっているお礼に、何か欲しいものは？ティルフィング R 型の使用テストをしてほしい。アーセナルらしいお願いね。喜んで受けたまわるわ。今日はミリアムさんのお誕生日。ミリアムさんへのプレゼントはチャーミーリリーのグッズ。種類がたっくさんあってよくわからなかったから、集められるだけ集めて送ったんだ。